ギュスターブ・サンドラスはフランスの体操選手である。彼は1900年に開催されたパリオリンピックで体操競技の個人総合金メダルを獲得した。オリンピック体操競技の個人総合は1900年のパリオリンピックから実施された。競技は7月29日から30日にかけて行われ、8つの国から135人の選手が出場した。 この大会での体操競技個人総合は、鉄棒や床運動などの体操競技種目以外にも、総幅跳びなどの陸上競技種目や綱登り、重量上げなどを含んだ16種目の総合得点を争うものだった。各種目には、最高20点の得点が与えられ、サンドラスは302点を獲得して、同じく、フランス代表として出場した、ノエル・バスなどを抑えて、 初代の個人総合優勝者として、オリンピックの歴史に名を残すこととなった。ABCD、ギュスターブ・サンドラス。スポーツレファレンス LLC、2020年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月31日閲覧。ABCD、ジムナスティックス・アット・ザ・1900・パリ・サマー・ゲームズ、メンズ・インディビジュアル・オール・アラウンド。 sports-reference.com2010 年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年12月31日閲覧ありがとうございます